人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです山ごもりから東京へ戻ってきました途中、倉敷と京都に立ち寄りました倉敷では美観地区にある大原美術館を訪問しました大原美術館にはモネやルノワール、シャガール、 ピカソなど数々の名画があります特にエルグレコの受胎告知は天文学的な価値があると言われています大原美術館があるために倉敷は京都同様アメリカの爆撃目標から除外されたと言われています近くにある地層や 菜の花では地産地消の料理を満喫しました京都でも食材の味を生かした京料理を和心泉で堪能しました下にインスタのリンク先を貼っておくので興味のある方はご覧になってください今回は私が山ごもり中に起こったことで 関心がある二点についてお話し,します第一点は大リーグのプレーオフです10月23日ヒューストンでアリーグ第7戦が開催されましたダラス都市圏のアーリントンに本拠地を置くテキサスレンジャーズがヒューストンアストロズに11対4で勝ち 4勝3敗としてリーグ優勝を果たしました12年ぶり3度目のワールドシリーズに出場を決めましたレンジャーズは第1戦第2戦と勝ちアストロズが第3戦第4戦第5戦と勝って6戦目にまたレンジャーズが勝って7戦目ということです 4勝全てを敵地で掴んだということですね。レギュラー,レギュラーシーズンでエンジェルスの大谷に次ぐ39本塁打を打った4番打者のガルシアが引っ張った形になっています。ナショナル・リーグはダイヤモンド・バックスが、えー フィーリーズを破って進出を決めています。次はアメリカの連邦議会の会員の議長は決まった話です。10月25日、やっと新しい議長に共和党のマイクジョンソンが選出されました。マッカーシ前議長の解任から。 3週間以上に及んだ空席を解消したわけですキビン・マッカーシーが解任されてからスティーブ・スカリスジム・ジョーダントム・エーマと、えー、候補が出たわけですけどもトランプ前大統領はトルスーソーシャルでエマを l i n の RIN、ね、名ばかりの共和党員だと批判して「エマーに投票することは悲劇である」と「トゥルースソーシャル」に書いていましたそしてその後に選ばれたのがマイク・ジョンソンです彼はルイジアナ州選出で51歳弁護士を経て2016年の 連邦議会改選でまあ初当選しました。現在が四期目です。彼はトランプ前大統領に近く、二千二十年の大統領選挙選挙での敗北を認めない前大統領に同調して選挙結果の認定に異議を唱えました。またアメリカ政府が議会に 早期解決を求めている、えーまあ、ウクライナへの追加予算案には、まあ、消極的な立場を取っています、まあ、トランプは共和党の所属議員にマイク・ジョーダンともに歩み成し遂げることを強く促すとトゥルースソーシャルに投稿していました 10月25日の投票の結果ジョンソンが当選に必要な半数を超える220票を獲得しました民主党のジェフリーズ院内総務は209票でした議会がですね昨日不全に陥ったわけですけれども 対処しななけければいけない問題は山積みですバイデン政権は年内の <laughs> にまあ確保が予想されているウクライナ向けの資金とイスラエル組織ハマスが攻撃を受けたイスラエルなどの追加予算を丸ごと一体で可決させようと議会に要請しています。そして 9月末に成立したつなぎ予算は11月中旬までが予算執行を継続できるということでそれ以降は政府閉鎖の可能性もありますいろいろと問題をかける抱えている議会ですけども議長が決まったことは喜ばしいことです以上テキサスのルークでした チャンネル登録よろしくお願いします。